東京タワーに初の宿泊者。大展望台で夜景独占に民泊の仲介業者 AIRBNB Airbnb が段階世代にとって象徴的な存在である東京タワーに招き、非日常を味わってもらおうと企画した。高さ145メートルの大展望台には8畳のスペースにベッドが設けられ、パジャマ、湯たんぽなどが用意され、 東京の夜景を一晩中、独占できる。